ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、今日は、試合がない日ということで、はい、日本シリーズ第2戦まで終わって、はい、今日は移動日ということで、そう。明日から、また第3戦、4戦と、そう。場所を変えて。場所を変えて、まあ、はい、京セラドームになるよね。うん。まあ、そこで、第1戦、第2戦を見て、うん、第3戦以降の、ちょっとポイントをね、うん、ちょっと上げていきたいと思うんですが、なるほど、はいはい、はい、ということで、まずね、うん、3つのポイント、はい、まず1つ指名打者制になるということ、はい、そうです ね、パリーグのルールになりますので、そうだね、まあこれはやっぱり、うん、オリックスの方が、うん、若干有利になるかなっていうふうに思っていて、うん、はい、とりあえず1つ2つ3つ、はい、紹介していく、はい、で2番は2番目、2つ目は2番打者、まあ、これはちょっと後で説明するけども、はい、で3番目に書いてあるのが、まあ、山田哲人と先頭打者ということ、ね、ということで、はいはい、まずじゃあ1番の指名打者制ということで、はいはいはい、まあ、ちょっと話をしていきたいと思うんだけども、はい、まずね、これ昨日行われた、うん、まあ、先発メンバーなんだよね、第2戦ですね、ここにDH が入ってくるんだけども、うん、まあ3戦目、4戦目、5戦目と、まあ、大体ヤクルトの方は、まあ、高橋奎二、山下、石川っていう、うん、全部左が来そうなんだよね、ヤクルトの方の先発ピッチャーは、はい、でオリックスの方は、宮城、田島、山岡、まあ、1枚右が入るんだけど、うん、大体左ピッチャーが先発するということで、うん、またオーダーは変わってきそうなんだけども、はい、まあ、ここで誰をヤクルトの方は DH に使うかで、DH に使いたいのはサンタナなんだよね、うん、なぜかというとやっぱ守備でちょっともたつきがあるよね、ちょっとこの日本シリーズでそういうそうだねのを見かけますね、見かけるよね、うん、まあドームということで、うん、神宮よりは守りやすいかもわからないけども、はい、でもサンタナを DH にした場合にじゃあ誰が入るかっていうと、うん、キブレハンっていう外国人がいるんだけども、はい、うん、キブレハンを入れそうな感じはするんだよね、左ピッチャーが多いからね、じゃあサンタナ選手が DH で、うん、そうキブレハン選手が、まあ、レフトに入るというか、ただ、はい、うん、ただね、うん、キブレハンが2戦目にベンチ入りしてないんだよね、うん、山崎幸也という左ピッチャーの時にだからキブレハンに何かあったのか、うん、っていうのが状態が上がってこないからちょっとキブレハンを外してんのか、それかすごく状態のいい誰かを入れるためにとかいうのはないですか。でもね、右がねさほどこうゲームに多く出てる人がいないんだよね、うん、そこで青木なのかいうことも考えられるんだけども、非常に注目はやっぱ DH をどこで何番でどう入れるかっていうところがやっぱり一つのポイントだと思うんだよね、うん、で、まあオリックスの方はおそらく足の状態だとかいろんなことを考えると、はい、まあ吉田を DH にして、まあ中川をレフトに持っていったりだとかいろんな形はもう鼻からやってるわけだから、まあね、本来のやり方というかそうだね、制度だからいろんなパターン考えられる、うん、まあ例えば吉田をね DH にして中川をレフトにして、うん、まあセンターでいいよね、うん、まあ頓宮とかもファーストで使えるし、はい、だからやりようはいっぱいあると思うんだけども、うん、ちょっとヤクルトの方が左って言った時に右だとさ青木だとかいいバッターたちはいるんだけど、はい、右だとちょっと苦しいのかなっていう、うん、ただ内山っていうのが、ね、ホームラン打ってるしだから状態良さそうなんで、うん、まあ、キャッチャー、まあ、守らなきゃいけないからね、 DH にするこのまま、このままでいや、内山を DH にするかっていうようなこともなくはない、もう考えられるよね、まあ、2戦のこともありますしね、うん、だから3戦目誰を DH に入れるかっていうのは非常にここはオーダー的にはちょっと楽しみだよね、うん、ということで、まあ、はい、DH が一つのポイントを握るかなというね、うん、まあそういうことのお話でした。1番目はね、はい、で2つ目2番打者、はい、っていうふうに書いてるけども、うん、まあ、山崎幸太郎と、うん、宗がね、うん、
打ってるんだけども、それぞれのね、うん、共にね、1割台なんで、はい、でもね、ヒットはポイントとなるところでは打ってくれてる。そうですね、なんかそんなに打率が低いイメージがあんまないですね。ただね、共通して言えることは、うん、作戦上ここにバントはさせてないんだよね。うん、で凡打をしてるという、うん、だからここら辺が昨日のね、中継ぎ陣を見た時に、はい、まあこれがほとんど投げた中継ぎ陣なんだけど、はい、まあ山崎、はい、総一郎、はい、宇田川、はい、ワゲスパック、うん、まあ阿部がちょっとやられたけども、はい、まあ本田にしても比嘉にしても状態がいい、うん、まあ、最後の近藤にしても状態良かった、はい、で対ヤクルトのはまあ大西、うん、まあ失点はしたけどもまあそこそこのピッチング、うん、まあ石山今野が良かったね、はい、マクガフ、うん、でまあ清水はまあ安定感あるし、田口は気持ちも入ってるし、うん、まあ木澤がちょっと不安なんだけど、まだ落ち着いてないかなっていう感じはするんだけど、はい、うん、こっから点を取るっていうのはさ、大体このシリーズっていうのは中継ぎ勝負になってくる気配がしてるのね、はい、うん、この中から点を取るっていうのは2番打者がいかにやっぱクリーンアップにつないでいくかということが一つのポイントを握ってると思うんだよ、うん、だから作戦上、うん、やっぱこうチャンスの時はやっぱ送りバントだとか確実な手を取れる方がいい、うん、まあ2番打者だけではないけども、はい、だけどお互いに序盤に最も最重要人物を置いてるわけでしょ、うん、村上と吉田というね、はい、だから2番の活躍働きがそこにつなげるために最も重要なポイントを握るというふうにちょっと考えてるわけね。なるほど、はい、でよりこう打線のつながりという意味で2番打者の役割が重要になってくるかなっていうことですか。そうだね、うん、だからまあ、足立を1番に入れて打線が活発化してるけども、うん、2番で止めてしまうとやっぱ重くなってしまうしね。でまあ塩見がいいよ、うん、で山崎にバントさせとけば、まあここバントさせないのは一つにここの不調もあるんだよね、ちょっとね、うん、まあそれも考えられるんだけど、うん、やっぱ2番がやっぱしっかりした仕事をする、細かい仕事をする、まあそういうシリーズかなっていうふうに思ってるんだよね、うん、そうすると1、2戦の時はポイントは5番っていう話があったんですけど、うんうん、ちょっとそれともかこう変わってきてるっていうところもあります。そうだね、5番はある程度結果を出してるよね、はい、うん、まあオスナーも一発回答してくれたし、はい、まあ杉本も内野安打だけども、うん、はい、やっぱ打点を上げてるとかね、はい、まあ必死さがこう伝わるような、うん、そういう結果になってるしね、はい、だからそこら辺は、まあ、そんなには心配しなくても良くなってきてる、うん、ただ打線という意味ではやっぱ2番が潤滑油になってくれないと困るということ、はい、それと戦略としてはやっぱこう細かい送りバントだとか、うん、まあ、送りバントと、まあ、打っても点が入る確率っていうのはそんなに変わらないというデータは残っていても、うん、さっき見せた中継ぎの投手陣を考えるとやっぱ確実にいかないと連打は難しい、うん、あそこの中両チームの中継ぎ陣からするとね、まあ連打が出たらよっぽど悪いということだ。やっぱ悪かったらすぐ変えられるだけの 質と量を持ってるから投手陣ですね、うん、だからそういう意味ではやっぱ2番がやっぱポイントと、やっぱ作戦上はやっぱバントなのか、あと足が使える選手がいるね、うん、両チームに、うん、その足を、しっかり使ってこれるかどうか、まあそういう作戦上の問題がやっぱこう勝敗を分けるような気がするよ。なるほど、はい、はい、で3番目、はい、山田哲人と先頭打者、はい、まあ、山田哲人はヤクルト、先頭打者は、うん、オリックスね、はい、でやっぱ山田哲人の状態が悪いだけに、うん、まあ、ここの3番やっぱこう村上をね、につなげる、そういう山田がちょっと状態が悪いということね、うん、だからこれがやっぱこうヤクルトとしては困ったような状態だけども、なかなかこう打順をどこかに移動してっていうのも難しいような状況ですか。だから、うん、まあ、例えば
奥村が先頭打者で代打で出たのね、うん、延長でね、うんうんうん、で山田哲人に自由に打たしたけども、はい、やっぱこのシリーズを取るにはやっぱあそこでバントでも良かったと思うんだよね、うんうんうん、山田哲人お前の状態を考えたらやっぱバントやってくれとか、まあ、そういうこともやっぱやらなきゃいけないと思うんだよね。だからここもやっぱ状態によってはいろんなことをやらなきゃいけないということと、うん、ただね第3戦、うん、まあ、京セラドームで休み明けの一戦になるよね、はい、哲人は休み明けはものすごい強いんだよ。だからそ第3戦に状態一本でも出てくれば、うん、状態は戻るような気はする。ただ第3戦抑えられたらちょっとね宮本がいいんで状態が、うん、だからその宮本を使っていく、なかなかね短期決戦の中でもちょっとこう我慢して使うっていうのが難しい、まあ、難しいよね。そうそうそう、だからそこら辺はちょっとねやっぱちょっと考えた方がいいし、でも俺は哲人は休み明けに強いっていう印象があるだけに、うん、やっぱこう第3戦が山田にとっても鍵になってくるよね。なるほど、1本出ると非常にあの状態は乗ってこれるような状態にあると。うん、でオリックスの先頭打者、はい、まあ、もちろん1番バッター、うん、足立が入ってちょっと1戦目は福田がノーヒットだったんだけど、はい、足立が入って非常にいい状態になってきた、うん、打線がね、うん、だから足立を使ってもいいと思うんだよ、うん、やっぱ左ピッチャーだし、はい、だから足立で来ると思うんだけども、うん、ただ先頭打者ってあえて書いたのは1戦目に3回なんていうの先頭打者が出てんだよね、その攻撃の最初の打者ですね。そうそうそう、その時には点を取ってんだよ。うーん、ね、で2戦目は4回出ててそのうち2回先頭あ4回先頭打者が出てて2回得点に絡んでんだよね、うんうん、だから先頭打者がいかに出るかというところにやっぱ集中した方がいいよね。なるほど、うん、ということはオリックスの今のチームの傾向としては、うん、先頭打者が出ると得点につながりやすいということが出てるから、まあこれはね野球のゲームで傾向としてやっぱ先頭打者が出ると点になりやすいっていうのはすごくわかるんだよね。それはもう常識的にあるんだけども、うん、ただそれがことごとくいかないケースっていうのもあるよね、うん、だけどオリックスの場合はこのシリーズ2戦を見る限りでは先頭打者が出たノーアウトで出た時の点の確率っていうのはものすごく高くなってるから、うんうん、やっぱ先頭打者その回の先頭打者っていうのはやっぱ出塁を考えた方がいいね。なるほど、打つとかなんとかっていうよりも何でもいいから出るというようなね、まあ、そういう集中力を持ってやると結構点が取れるかなっていうふうに思うよね。はい、うん、ということは何番打者というよりは各回の攻撃の先頭打者ですね。まあそうだね、はい、うん、だからまあ足立を2戦目に使ってみて、うん、で結果が出てるから、はい、まあ、明日からね、左ピッチャーが来るということで、うん、まあ足立で行くかなっていうふうには思ってるけどね、はい、うん、ということは2戦から、まあ、オーダーとして変わってきそうなところっていうのはどこか、まあそんなにはな、ないかな、そんなにはね、はい、まあ多分ないと思うんだけども、はい、だからまあ、うん、ヤクルトが左ピッチャーだけに、うん、まあ頓宮をファーストに使ってっていうようなことになってくるかなって思うんだよね、うん、なるほど、うん、だからまあ吉田が DH、はい、まあレフト守るかもわからないけど、まあ中川が外野行ったりだとか、まあ頓宮がファースト守ったりだとかするような感じがするよね、うん、はい、はい、ということで場所を変えての第3戦、はい、まあね、1、2戦と違うことっていうのはやっぱ場所と DH 制っていうのが大きく違うので、まあ、そうだね、で、うん、1戦目、2戦目を見る限りではやっぱ送りバント、重要なのは送りバントとやっぱ盗塁という、動かすという、動ける選手は動かすという、まあところがちょっとポイントになってくるかなというね、それが成功率が高い方がやっぱ勝つような、そんな感じがします。 1,2 戦を見ていて豊さんの予想とその通りなのかちょっと違うなって思うところは、意外だったのは、うん、やっぱ山本がやっぱ早く降板したということね、まあアクシデントだったけども、うん、まあその1戦をオリックスが落としたということね、うん、で2戦目は俺はヤクルトが勝つっていうふうに思ってたんだけども、うんうん、まあオリックスが善戦をし、はい、まあもったいなかったよね、オリックスの方はね、うん、ただ負けなかったっていうことが
やっぱりオリックスの方はプラスだったし、うん、ヤクルトが勝ちきれなかったっていうのが少しもったいなかったっていうようなね、まあ、そういう感じにはなってるよね。だから予想とはちょっと違ってきてるけど、なるほど。そうすると今ヤクルト1勝、うん、オリックスはまだ勝ちがなくて引き分けが1個という状態ですが、うんうん、意外にもヤクルトが取れてた星を落としてたりとか、オリックスがなんか取らなきゃいけない方、うん、星を落としてたりだとか、だから俺は1勝1敗で京セラに行くと思ってたわけよ、うん、なるほど、ね、なるほど。だけど、うん、ヤクルトの方はそう考えると1勝1分けでいけるわけだから、そこの部分表面的には予想よりいいんだけれども、うん、内容的にはあれって思うこともあったけど、ね、まあそうだね、いやここは取っとかなきゃいけないだろうっていうような、うん、まあ、試合を取れなかったのが、まあ、ヤクルトで、まあ、取りたかったゲームを取れなかったっていうのがオリックスだよね、まあまあ、だけど、うん、まあ、京セラ地元のね、はい、本拠地に帰って、うん、まあどういう、まあ DH 制も使えるし、うん、まあどういう試合をやってくれるかね、まあね、まあ楽しみですよね。いつも通りな感じでできて平常心でいけるのか、まあそうだね、ありますよね、はい、はい、まあ、もう一回ね、うん、言っときますけども、シリーズの盗塁、バント、まあそういうこともあれだけども、ポイントだけども、まあちいちゃんが書いてくれたね、猫ね、はい、3つのポイント、首だけ、はい、まあ、1つ目が指名打者制が入るということと、はい、うん、まあ、2番打者、うん、まあ、どういうつなぎ役をしてくれるのか、はい、ね、ここはやっぱどう監督が動かすのか、はい、まあ、これもポイントだし、うん、まあ、3つ目は山田哲人と、まあ、さっき話したように先頭打者がオリックスの場合いかに出ていくかということね、うん、まあ、それがポイントです。はい、はい、ということでそういったところも注目ね、注目していただければと思います。はい、はい、楽しんでください。はい。